はいどうもメンズ赤星です。はい、必要です。勝ちだぜ、よろしくお願いいたします。お願いします。さて、はい、ご覧ください、うん、蓮見登戸店に行ってきたんですね。蓮見ね、行っちゃったんですよ、ついに登戸店まで、うん、いいですね。こちらですね、登戸店、言いますけども、はい、小田急線の向ヶ丘遊園駅の方がちょっと近いということで、神奈川でしたっけ。神奈川、川崎でございます。はい、で、2月8日ちょっと工事をしてましたが、うん、まだやってますんで、うん、だってね、左に4席、右に8席くらいあって、結構中はね、広くなってますんで、ほう、皆さんも行ってみてください。着丼、いきなり着丼、着丼、うっ、小ラーメンの全部マシマシということでね、本当はですね、うん、巨大な炙り豚があるんで、入れたかったんだけど、うん、この日はね、無常の売り切れということで。あら、残念。次回はぜひ入れてみたいということですね。まずはね、デフォルトのこの豚なんですが、おっとっと、おっきいですね。おっきい。素材の食感がね、荒々しく表現された、野生豚。はい。ワイルド豚です、ね、ブーブーブー、おー、まあ、野生とか言ってますけど、野生だとイノシシになっちゃうから養豚だけど、野生じゃなくて、あ、そうです、うん、そっかそっかまあ、ゆで加減がちょうどいい、ふっくらお野菜も入っておりますよということでございますね。わしわしと食べ進めていきます。あ、どん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 、これ見た目よりもね、かなりギュッと結構入ってるんで、あれ今回は天地返し調べたんですね。いやいや、こいつこっからですよ。こっからか、こっからです。これ麺ですよね、やっぱ蓮見といえばこの、いや、ぶっといね、ぶっとい。ちょっと止めてみますけども、はい、こちら比較対象のもの1個出しました、うん、左が登戸でございまして、右側の元登戸店の店長さんが作るラーメン全然、うん、蓮見の登戸店のがまだやや太く荒々しいのかなという。なるほどね、お店を引き継いだ方が作ってる。ああ、そう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 、店長さんがもう出たんで、登戸店、そう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 。で、これまで体験したどの麺よりも僕は硬いと思いますよ、これ、うん、全部二郎系の中で一番の硬さでしたわ、この日が。全麺類、全麺、まあ該当するだろうね、全麺類と言ってもいい。やっぱ蓮見って、そうね、硬めイメージある、ね、いや、そう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 、麺のもうコアがある感じ、うん、コアが、そう、芯ですか、芯でもコア、コア、コア、芯ではない、核がある、核が、そう、太すぎてね、一本ずつ行ってももうラーメンとしていけるかもしれない一本ずつでも時間かかるな、時間、まあまあかかるけども、うーん、まあスープもね、こうやって作っていきますけども、これがね、ハードコア麺にこう負けないようにですね、非乳化のスープの濃度も非常に濃いんで、うん、お互いがすごいこう、絡み合って絡み合ってね。で、猫舌の人もね、麺を伸びさせずに素早くすすれるよう、結構ね、熱くないんですよ、うんうん、なので、そう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 、なんですごい回転率も早かったりするんですよね。どんどん食べられたりするんですよ、結構行列の割に。うわ、すごいな。あんまり熱いのは苦手なんで、あ、さようでございます、はい、なるほどなるほど。まあまあ、辛みよりもね、いやいや苦味を感じる熟成系ニンニクということで入っておりましたけども、マシマシも一応通りますんで、行ってみてください、うん、ね。そしてギャバンのブラックペッパーポンドガンガマを置いてありますのでね、かけていきます。太くて強めのスープと麺にやっぱり胡椒、粗挽きの胡椒もね、やっぱりこう男感が増しますよね、うん、これね、ワイルド感がアップするということでございますよね。まあ、男飯といえと、ね、いや一緒に新町の方行きました、ね、あ、新町行きましたよね。ただこれ本当に硬いんで、顎痛めてる人はマジで入店しないでください。もう本当に食べられないんで、絶対顎痛めてる人絶対食べられない。前の行ったとこも顎筋肉痛になりました。ああ、なった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 。うん、台とかにしたらもう本当に、はい、あ、まあ、こちらの台はね、ちょっと店員さんにグラム数とか聞かれて難しいんで、初回は絶対小を頼んでくださいね。ということで、一応マシマシレベルは 85.4 ですが、麺の太さ、硬さがあったら95へということでございます。ああ、なるほどね。硬さレベル、硬さと太さで、太さレベル、太さで、そうということでね、ごちそうさんでございました。これでね、蓮見の、うん、店舗は全店制覇しました、はい、あ、といっても2店舗しかないけども、いや、マジかよ、おい、蓮見自体めちゃくちゃあるみたいな言い方したけど、いや、いや、それの蓮見の、まあ、出身の方が出してる店舗が一応栃木にもあるんですよ。おなので、そこはどうしても行きたいんだけど、すげえ遠いから、はい、今年中にはなんとか、鈴木という店舗なんで、そちらもちょっと、ということで、蓮見登戸店、ごちそうさまでした。です。とも。
Thank you.